吉田さん、2000万で売るとか買うとか、景気のいい話してますけども、当時六本木ヒルズに集まった人、ね、いっぱいいましたけども、どこで一体何をしてるんでしょうね。<laughs> 正解ですって言った人もいましたけども、正解だったんでしょうか。その他にも、思い出す顔がいくつかあるんですけども、消えてく人ばかりで、<laughs> 本当にね、ネットビジネスやるぞって言って、高いお金払って、 で月に1回の集まりに足しげく通う人の中でもほとんどの人が消えていくわけですからまあそこまでもやらない人が簡単に消えていくのは <laughs> 考えてみれば当たり前のことなのかなと思いますし私もそうは言うけども私自身ねたまたまうまくいっただけなんで本当にね今思えばすすごくリスクが高かったと思いますよ私は他に方法がなかったんでリスクがあろうがなかろうがリスク100チャンス1ぐらいでもやらなければやらなかったかなと思うんですよ。 何もやららなければ、リススク1000チャンスゼロですからね。いやもしかしたら何もやらなければリスク1000チャンスマイナス100かもしれません、ね、<laughs> 結局やってもやらなくてもダメというねその中で一筋一筋の光がさしてきたのがインターネットを使うことだったと思うんですよでその本質は拡散力ですよね。自分の店の周りでチラシを配ってもせいぜい100枚が関の山でポスティングを深夜にしても1000枚配れるかどうかって話だったのを インターネットだったら動画をね、例えば今だったら動画ですよ。動画を10本作ったら、まあ1000人ぐらいには見られるんじゃないかなみたいな感じですよね。全然スピードが違いますよ。そう考えていくと、今の、まあ月の平均の収入とかっていうのは私の場合は測りにくいんですけども、例えば100万だとしたら、月収30万で働くと、70万毎月損してるみたいな感覚ですよね。だからやっぱり当然考えることも変わってきて、 俺昔ほら、賃貸か持ち家かっていう論争あったでしょ。今の私だったら、持ち家もあるし、賃貸もその上でプラスアルファ何個かみたいな発想なんですよね。だから、賃貸が持ち家かっていうふな、まあ、二択ではなくて、両方とも行けますよみたいな感じだったり、なんならもう一軒とかね。そういう感覚にもなってくるし、うん、だから車も結構維持費はかける台数でかかるんですけども、それも考えて、 まだ2台ぐらいいけるかなと思ってますね。もちろん車だけで生きてるわけじゃないんで、他のこともちゃんと問題なくこなした上で、まああと2台ぐらい買ってもいいかなと思いますけども、でももうこれで十分かなっていうところありますよね。だって1日に頑張ってもね、朝昼晩で3種類乗るのがやっとで、しかもほとんど乗ってないですからね。乗ろうかと思って久しぶりに車の前に来たら、汚いから洗車してから乗らないといけないみたいな感じですね。まあ、近所から奇妙な目で見られてますよ。 えまた車買ったのみたいなねまた買いましたよみたいなね <laughs> あのー、白いセルシオはトランザムの台車だと思ったらしくっていまだに車があるみたいなことをね言ってくる人もいてね、うん、まあ好きなんで買っちゃいましたあーみたいな感じですよね、うん、なでも、まあ、セルシオ安いですからねベルファイアも150万ぐらいだったんですけどもセルシオと合わせて両方で300万もしないんで新車1台 買うう人とと私今のところ買わなないような気がします、まあ、トランザムだけはちょっと異質,だけ異質ですけどもね、うん、まあいろんな人生がありますけども自分の思ったことを叶えられる人生なのかいつか思ったことを叶えたいなと思って日々を過ごす人生なのかできればね望み叶うような人生を皆さんに送っていただきたいと思うんですけどね。 はいじゃああの人は今みたいな感じでございます六本木ヒルズに集まったあの人たちは今いってらっしゃい